おっせよエルザ。近いぞ、聞こえる。エルザ、もっと慎重に行こうよ。よく見ろ、奴ら魔法を使えるぞ。エルザ、お前は右から奇襲をかけろ。それを合図に全員で突入だ。わかった。バトルにおいては相手の数や陣形、また戦場となる地形を確認し戦いへと挑む。俺が右から回り込む。そろそろ向こうも警戒し始めたか。プレイヤーが操作するエルザは自由に戦場を動くことができ、リアルタイムな戦闘が繰り広げられる。岩陰から攻撃するなど相手の不意をついた攻撃は戦況を優位にする重要な要素となる。今だ。敵に近づくとスティック操作のみで相手を攻撃。エルザと共に戦う仲間は戦況に応じて自律的に行動する。敵の攻撃はボタン操作でガードし、突然の攻撃には素早く身をかわし緊急回避することも。さらにボウガンで敵をおびき寄せ一撃で仕留めるなど、さまざまな戦法で敵と渡り合う。戦場において特定の場所に注目すると戦局を一変させるきっかけが見つかることがある。戦場を観察することが勝利を導くひらめきへとつながる。敵を注視することで特性や弱点を見つけることもできる。戦闘中は敵が誰に注目しているかがポインターという線で表示される。エルザはギャザリングと呼ばれる特殊能力を発動することで敵の注目を強制的に引きつけることができる。敵の注目を一手に集中させることにより仲間が攻撃する時間を稼いだり、敵を誘い出すなどギャザリングによって戦況を有利に導くことができる。ギャザリングの発動中は集中攻撃を受けるリスクを負う反面、攻撃をガードするたびに力がたまる。その力を解き放つギャザリングバーストを発動させれば周囲の敵の動きを封じ戦況を一転できる。魔法は武器による攻撃をはるかにしのぐ威力を持つ。それだけでなく着弾地点にはサークルが出現し、その中に入ることで魔法の属性が追加され、より強力な攻撃が可能となる。回復魔法の場合は体力を回復。またエルザの唱える風の魔法でサークルを吹き飛ばし、魔法の効果を周囲に拡散し、さまざまな追加効果を発動することができる。コマンドモードでは時間の流れを止めた状態でじっくりと作戦を練り、仲間に指示を出すことができる。ギャザリングによって戦いの主導権を握り、仲間の力を引き出し戦闘を勝利へと導く。仲間を生かした連携プレーで戦況を切り開く。ラストストーリー。